曲がったことは大嫌い。原田泰造です。わ、似てる久しぶりにこうやりました。はい、ということでやってまいりました。ね。この間のね、動画に引き続き、今日ね、本当にガチでシングル勝負してもらいたいと思います。前回ね、モーリーと、ヨッシーがやった動画、かなり伸びてます。意外に伸びてます。コメント欄には、はあ、この2人のシングル僕らの目線とか私たちの目線に近いみたいなレベル的に言うとね、でなのでかなり再生回数伸びてます。なのでガチでお願いします。面白いことに考えなくていいです。わかりましたね。ガチで、大丈夫ですか。ガチで勝っていいです。てかもうガチで勝ってください。はい、なので、はい、赤コーナー 5% 意気込みどうぞ。絶対負けないんで、タコさんに、ね、教わってない間も自分で考えて練習してきたんで。ここからタコ犬から質問があります、はい、その根拠は。根拠、見て多分分かると思うんですけど、ああ、はい、今の増田大地レベル違うと。レベル違う。前よりもうレベル違う。あ、本当、はい、大丈夫、はい、ポケモンで言ったら3段階目の進化まで。あ、そうなんだ。お疲れです。はい、次。まあ特に言うことないね、実際。どう？まあ黙って視聴者は俺のプレイだけ見とけよとね。確かにね、という感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあ向き合ってもらって。そのまま足踏み、よーい、始め。1、2、3。できないの？やってきてないの？え、中退なのお前。え、お前も中退？中退です。え、僕は本当に中退です。あ、そうなんだ。めっちゃ面白いだ。ということでやっていきたいと思います。ありがとうございます。意気込み、王でも何でもいいから絶対勝つぜ。ということでね、今日ね、本当にガチでシングルやってもらいたいと思います。多分ね、さっき 5% がちょっとね、いろいろ言ってましたから、多分まだ俺的には上路が強いかな思います。多分上が7-3かなでいいかなと思います。でもね、もし 5% がね最初リードできたらね、結構ね上もビビるんで、そこはね注目して見てもらえたらいいと思います。あとね、この動画ずっと見てる人は分かると思いますけど、まあ、基本的に上かなりせこいんで、まあ、そういうところもね、自分のポイントにね、取り入れる部分まで取り入れてもらってね、せこいとルール違反は違いますからね、そこは意識してみてください。お願いします。はい、ということで始めていきたいと思います。ダブルプレイ。いいですね。まあでも気合い入れてそうなんですけど、基本的にこうやってラリーが続いて点数を取った取られたと何の問題もないんですけど、でサーブを打たれて1球目でミスだったり、つまらないミスをすると自分の集中力も切れるし、そこから流れが一気に相手に行ってしまうので、そこをねしっかり、もし思い当たる人がいたら気をつけてください、ね、それがしっかりできない選手はやっぱり少し勝つの難しい、つまらないミス、今は絶対防げた、気をつけてれば防げたっていう球がやっぱりミスしちゃう人はまだまだ多いので、そこちょっと意識してください。
空振りが入ってね、そこからクリアアウトにね、どうしてもね、5パーがね、少しこう、前下がりになりますよね、先にね。やったやった、あとということでね、今日は1ゲームで終わりで、次の動画でね、2ゲーム目のスタートと思うので、はい、今日はこの辺で、よいしょ。